はい、平塚サービスエリアです。コンビニみたいなものがあります。外の売店もあります。外に売店もあります。トイレ休憩に立ち寄りました。あら、面白いものがあるよ。あら、大根、綺麗な色だな。大根かな。うわ、すごい綺麗な大根、真っ赤。赤い大根は中白くて、紅しぐれ大根の中が紫色してるっていうのは面白いですね。ビーツ、じゃがいもですかね。もうフキノトウも出てますね。フキノトウですよ。すごいな、美味しそう。これも売ってます。トマト、みかん、いちご。湘南育ちの塩です。湘南育ちのお米、はるみです。はい、こんな感じのところが平塚サービスエリアになります。それでは動画を終わります。